日本史研究会は日本における日本史研究のための学術団体である。日本学術会議協力学術研究団体であり、日本学術会議などによる学会名鑑にも学会として登録されている1945年11月に設立された。先行する歴史学研究会が東京帝国大学出身者を中心にして設立されたのに対し、 本研究会は京都帝国大学出身者を中心として設立された学術団体である。事務所は京都宣伝センター機関誌、会館2階に置かれている。2008年度総会報告における会員数は3048名であった。2021年現在の代表委員は横田冬彦である。会士として日本史研究がある。歴史学の持つ 社会的意義を主体的に意識しながら近代歴史学の到達点と今後の課題を多面的に検証する。多様な歴史資料を活用した豊かな歴史像を構築するとともに歴史学の理論や方法について関連書科学にも学びつつ総合的に検討する。多様な社会や地域の存在に関心を払い世界史的視野を有する研究を目指す。この際、海外における 日本史研究の現況を把握するとともに、国際交流の機会を持つように努める。歴史資料や文化財の保存、公開及び民主的活用に寄与すべく努力する。歴史学や歴史教育が直面する社会状況を的確に把握し、自由で民主的な研究、教育の発展に努めるとともに、会活動を会員以外にも広く知ってもらうよう努める。 ありがとうございます。